今日はみんな気になっているチャームの検証だぞ。早速杖比の余計なもの外してすのダメージ計測です。エクシオンも黄昏も術杖も取ってるから通常ダメージしか出ないはず。最大攻撃力は6741ですね。今日はレンタルの攻撃 B チャーム3つ借りてきたからダメージ検証なんだな。被弾とかぶって見えにくいですが2905出てますね。初撃ミスだったので2発目の値ですが、まあ平たくすると初撃3500くらいかな。それが B チャーム搭載するとどこまで上がるかですね。今は対人仕様で計測してるから攻撃 9% アップでそのままダメージ 9% 乗るかが見ものだな。体力のチャームとかだとそのまま HP が 9% 増えるから理論上はダメージも 9% 乗ってほしいところですね。最大だと3643くらい出たな。まあ、この辺がブレ幅の限度ですかね。クリティカル出ても大したダメージにならないからいかに杖比が弱いかがわかるな。単体攻撃なんですから弓みたいにもう少しサービスしてくれてもいいのにと思います。それではお待ちかねの攻撃 B チャームを3つ搭載してみるぞ。こんなものがレンタルできるなんてアトランティカもいいゲームになったものですね。視聴者の皆様に誤解を与えないように言っておくが、これは対戦相手になってくれているマリアさんの血と汗と涙の結晶だ。最大攻撃力は8008まで上がりましたね。どういうことだろうな。さっきは6741だったのに 9% しか上がらないはずじゃないの。そしてダメージは3958でいきなり最高記録更新です。さっきは3500くらいだったから 9% は確実に上がってるね。攻撃力の異常な上昇具合はさておき、ダメージそのものは 9% くらいで調整されてるようですね。つまりチャームは額面通りのパフォーマンスが期待できる代物と、体力チャームとかがそのままの数字出してるのですから攻撃もそうでないとむしろ困りますよね。驚くべきことは攻撃力が 9% なんじゃなくてダメージが 9% だったってことだな。これほぼ毎回エルマークの上から叩いているようなものですからね。滅多に攻撃しない杖比でこれなんだから、通常攻撃メインのヒーローがつけたらどういうことになるかお察しくださいだな。それどころか傭兵までバッチリ B チャームで固めてきたらドリアードの攻撃とかもお祭り騒ぎになりますよ。札束で殴り合う時代に突入とはよく言われたものだな。実際これが原因かわかりませんが、アトラン大人を離れた某有名実況者もいますし、他のリーガーがどこまでこのチャームをつけてるかも結局は装備公開しても見えないからわからないしな。せっかくお借りした B チャームなので骨の髄までしゃぶりつくしましょう。ああ、次は装備戻して灼熱打つのね。まずはチャームなしのいつものマシュマーさんの灼熱です。普通にタイタン動画見ればわかる数字だが、比較対象としてここでもやっておきます。最近知力が上がってきて灼熱強くなったって喜んでいましたからね。フルアーマーで最大攻撃力は11229だな。灼熱の威力は相手の魔法防御にもよりますが、3つ起点まで4520を計測しています。スキルダメージにはそんなにブレがないからわかりやすいよな。他の傭兵も軒並み5000はいかないくらいのダメージが出ていますね。これでもだいぶ強くなってきた方だと思う。まさに装備インフレ時代の象徴というべきダメージですね。開幕に相手に近接5人いて灼熱打てれば5万くらい無条件でもらえるんだから、即勝一発分の価値はあると。それでは次に攻撃 B チャームを3つ搭載します。灼熱は攻撃力依存だとしてもさすがにダメージは 9% 乗らないでしょ。そこのところがはっきりするだけでもこれからのチャームの売れ行きが変わりますね。みんな大量に買い込んで余ったやつ市場に流してね。点まで4719を計測しました。ん？ 9% は乗ってないけど 5% くらいは底上げされた感じがするね。
ウリファやアルレに至っては大台の5000超えが観測されています。何にしても明らかに強くなってることは確かだね。ただ、通常攻撃に比べてスキルはパフォーマンスが落ちると、最大攻撃力は 13,339 だったね。とりあえずチャームはつけたもの勝ち。それだけははっきりわかんだね。